三日、月宗地下、三日月宗地下は、平安時代に作られたとされる、日本刀、太刀である。天下五剣の一つ、日本の国宝に指定されている。国宝指定名称は、太刀名三条、名物三日月宗地下府、糸巻立ちごしらえ賞、立刀名三条名物三日月宗地下付けたり糸巻立ち、ごしらえさや、東京国立博物館所蔵、 平安時代の闘魂、三条、宗地下の作で、刀身に、しのぎとそりのある形式の日本刀としては最も古い、ものの一つである。天下五軒の中でも最も美しいとも評され、名物中の名物とも呼び習わされた。三日月の号の由来は、刀身に、三日月型のだよけ、内野け、波紋の一種が数多く見られることによるものとされる。制作年代については、 諸説あるが、古伝書の伝える一条天皇の知性、10世紀末から11世紀、初から12世紀頃の作と見るのが一般的である。室町時代に編纂された刀剣書である、長京名人には以下のように記述されている。このことから、遅くとも室町中期、1489年には、三条集金作の三日月と、 言うたちが人々に知られていたと判断することができる。波長日尺六寸四分、約八十点零センチメートル、反り九分、約二点七センチメートル。細身で反りが高く、反りが大きい、踏ん張りの強い、頭身のつば元の幅が広く、切っ先の幅が狭く、その差が大きいこと極めて優美な立ちである。私鉄は小判目肌がよく焼く、積み、ところどころ大肌混じり。 地に絵が厚くつき、地形入る。波紋は小乱れ主体で小足入り、小にえつき、匂い口深く、三日月型のだのけがしきりに入る。中ほどから上は二重人、三重人となり、帽子も二重人となって、先は、困る心に帰る。茎、中後は西部で生地もむ形となる。通常の太刀と異なり、廃表でなく廃裏に、名、三条二次名を切る。 一家は引用である。俗に言う、天下国地の立ち、鬼丸国綱、同時切れ、安綱、三池大殿、ふとし、実丸へつぎの右辺に立って、天下随一と称される名刀が、三日月胸地の一口。三条章単屋の名と共に、一人刀剣の葉を唱えておりながら、かつて世間に姿を見せたことのない技物である。刀身が二尺六寸四分、氷中のような収水のさえ、 鮮やかなる、精人の匂い、共に、他の木を許さぬ、その日の下を、工房を、水の滴たるごとくにいよいをさえて、歴史と伝説を綴り込んでくるだ。刀こと武器千年、その串木姿である、二尺六寸四分の技物、この尖り先から少し下がったところに、センタル、大乱れの内から、美しき地肌の右辺に飾って、戸釜のような三日月の形、 あたかもラングモを買って一人高したるたる趣、き、これがはっきり聞かれるのも、巨匠一概、驚くべき腕のさえではあるまいか。胸地下に三日月の三重をかぶらせられたのも、このゆえんからである。精進の誇れというものの、作らんとして作れぬもの。名称この闘身に、魂を鍛え入れてこそ、初めて求められるものだということに、この三日、かつ、胸地下の一口に、 他の追随を許さぬ、それに二つの驚きがある。それはこの刀が千年の歴史を持ちながら、その竜色のごとき肌の上に、一点の汚れと染みもないことである。このようなことは、全く奇跡の現れだと言われている。それからもう一つは、神秘的遺言と言っても良いグラヒの、胸地下の実が持つ刀の上品さがあることである。日本名、宝物語付属品として、 金具のいくつかが欠損した、金なし時きくきりもん巻きたちごしらえの差や、部分のみが減損しているが、このごしらえは、安土桃山時代以降に作られたもので、それ以前に、どのようなごしらえに収められていたかは不明である。松平定信によって編纂された、周公十首には、河内国あたご山倉、昇華寺胸地形地図として、総長三尺六寸二分、 約109.7センチメートル、柄長7寸2分、約21.8センチメートルの黒漆塗り、鞘部の実は青漆掛がけ黄色い糸巻き、赤皮の帯取りに、やさか、約242.2センチメートルのネズミ色の立ち糸口を通した鞄立ちのこしらいが記載されており、文献によっては、これが3日、月、胸地下のこしらいとされていくことがあるが、 この小白絵に収められていたことを確定的に示す資料はない。豊臣秀吉の性室高台院が所持し、その後、寛永元年1624年に遺品として徳川秀忠に送られ、以来徳川将軍家の所蔵となった。1933年1月23日付で重要文化財、当時の旧国宝に指定。 1951年6月9日付で文化財保護法に基づく国法に指定されている。太平洋戦争後に徳川家から金貸しを経て他の個人所蔵家に渡る。1992年平成4年に当時の所蔵者から東京国立博物館に寄贈され、以後同館の所蔵となっている。3日、月、胸地下の伝来については諸説あり。 高大院から徳川秀忠に送られる、以前の伝来については確定しておらず、確かな資料も少ない。大英7年、1527年に、県大納言、日野内光が、恵ぐみ合戦で、のし、内地ににした際に、当時、小網切りと呼ばれていた三日、月宗地下で奮戦したとされる。その後、日の内光の母提を弔うため、遊軍だった。 畑山占い山が三日、ガ宗地下を高野山に収めたということが、徳川家の記録にあるというが、徳川将軍家のお越し物大長には記されていない。また、畑山占い山とは、畑山久信のことであるが、久信は内光より5年前、つまり、大英2年、1522年7月17日に、病死しているため、占い山による三日、 ガツムネチカ法の説は成立しないとされている。また、A6 の辺で、足利義輝が襲撃してきた三好三人衆、松永久道の軍に対し、将軍家に代々継承される刀を畳に突き刺し、奮戦したという俗説があるふされているが、義輝の武勇伝が確認できる資料、足利世紀、A6 記には、離刀を突き刺したとあり、 名刀とは記されておらず三日月宗地下も登場しない。さらに、A6 の辺から最も近い時期に記された、フロイスの日本史には、幾多の刀を取り替えて奮戦したなどとは、一切書いておらず、名刀を使用して戦ったという部分から疑問視される、もの出る。足利義明から橋柴秀吉に貸しされた、という伝来もあるが、こちらも史料による裏付けはない。 天子氏の家臣で、従義の逸話で知られる、山中鹿之助、山中高生が一時廃用してたという伝承、また高大院の従者で二名の山中鹿之助なるものが与えられて、廃用していたという伝承があるが、伝承の枠を出ない。鹿之助は三日月を信仰し、武具に三日月を記したといい、現存する鞘には霧と菊の金巻絵があり、金具にはすべて三日月、雲、 霧などの色絵が施されており、鹿之助が廃用していたという伝承が正しいとすれば、このこしらは鹿之助が作らせたということも考えられる。なお、江戸時代初期の三日、月、胸鹿のお鹿たちが、梅田岳の梅田田名館、大正六年、1917年観光に記載されているが、それには問いがあり、名も立ち名で茎の中ほどにあり、目釘ぎの位置も、 現在、三日月宗地下として、東京国立博物館に所蔵されているものと異なっている。この点については、おし方の写し間違いか、現存する三日、ガツ地下が、徳川家の所蔵していた太刀とはの太刀であるとも考えられる。また、昭和4年の時点で実際に三日、ガツ地下を鑑賞できたものは限られており、当時の所有者であった。 徳川将軍家16代家里子を除けば、区内省御用係として、巨物の管理を任されていた松平頼平氏、他、一木九将、犬飼牧道氏、その他一二人だという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。